お願いいたします。国土交通大臣を拝命しました、公明党の太田昭宏です。どうぞよろしくお願いいたします。私は3年、猶予、特に現場をずっと回って、庶民の悲鳴、あるいは中小企業の悲鳴、商店街の悲鳴、特に被災地の悲鳴を聞くということに徹してまいりました。その中で、しっかり経済の再生をしなくてはならない、そしてまた復興を加速しなくてはいけない、あるいはまた防災減災危機管理、以上申し上げた3点は安倍内閣として、その骨格として進めていきたいという、そうした表明も先ほどあったところでありますけれども、その実現に向かって、現場でしっかり仕事をするというのが国交省の役割であり、私の役割であるというふうに思っています。特に復興ということについては、いまだ2回目の冬を迎えるという中で、なかなか復興が進まないということで、本当に悩んでいらっしゃる方々に対して、復興加速ということにまさに現場で対応したいというふうに思っています。さらにまた首都直下地震、あるいは東海東南海南海地震、あるいは日向灘で言って4連動地震、こうしたこと、さらに全国で懸念されている大地震ということに対しての対応を急いでやらなくてはならないというふうに思っているところです。またこの地震だけでなく、災害が多いという、ある意味では脆弱国土という日本でありますから、これを安全なものにしていくということが極めて大事な任務であろうというふうに思っておりまして、水害も昨今はなかなか今までの対応とは違った集中豪雨であるとか都市型水害であるとか、あるいはまた昨年は深層崩壊ということがあったり、あるいはまた今年になりまして、堤防の下を抜けるというような浸透破壊というような現象が起きたりということについても、しっかり対応するということが大事だというふうに思っています。そうしたことと同時に、昨今の貞子トンネル事故にありますように、ちょうど高度成長時代に作られた構造物が、約50年あるいは40年経って経年劣化をしているというようなことですから、これがあらわになりつつあると、ある意味ではアメリカの1980年代ニューディリ政策を受けて50年経ったときにアメリカの荒廃ということが言われたという現象がありましたが、こうしたことについての対応も急がねばならないということを強く思っているところです。それらの強い国土をしっかりと作った上で、その上で経済成長ができる、経済活性化できるという基盤づくりということの推進をしたいというふうに思っています。また海上保安庁、そして気象庁、そして観光庁も所管をしておりますから、これらについてもしっかりした体制を作って臨んでいきたいと、このように思っています。私の方から以上です。共同通信の佐野と申します。はい、群馬県の八幡ダムについてちょっとお伺いしたいんですけれども、はい、八幡ダムについて来年度予算にですね、温帯工事費を計上されまして、その本格着工するというお考えなんでしょうか。またこの前政権でも八幡ダムの事業は再開されましたけれども、事業にどういった姿勢で臨まれるのか、前政権との違いというのはあるのか、お考えをします。八幡ダムについては民主党政権の中で紆余曲折がありましたが、ちょうど1年前、前田大臣の時代に、継続ということが決定をされて、私はそのことをしっかり尊重して、臨んでいきたいと思っています。じゃあもう一方でお願いいたします。
朝日新聞の近野と申しますが、はい、あの補正予算の規模についてですね、はい、公明党としてはあの10兆円ぐらいの規模を数字も出ていますが、はい、安倍政権の一員としてですね、はい、大型の規模を大体どれぐらいの数字にしたらお考えですか。我が党として、10兆円規模ということをかねてから主張し、また自由民主党の方も10兆円規模ということを発言する有力な方がいらっしゃる、こういうことから言って規模は決めなくてはいけませんけれども、大規模な補正予算を作るということについて、一致をして、いるところでもありますし、自公の連立協議の中でもそうしたことでの気持ちは数字自体の厳密な数字が10兆かどうかということはともかくとして、10兆規模の大規模な補正予算ということでは、連立合意ということの大事な一つの柱ではないかというふうに思ってますから、大体そういう規模ということをよくこれは内閣全体で、話し合い、そして総理の指示を待って、それに、対処したいと、このように思っています。それでは以上をもちまして、太田国土交通大臣の会見を終了いたします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。